やっちゃったー、やっちゃったー、やっちゃいました。ネットでポチりたいです。はい、こちらスタジオニコルソンプラスザラの答え合わせといいますか、結果発表といいますか、発売が他のセールと被るからポチらないかもねーなんて言っておきながらやっちまいました。思ったよりやっちまいました。今日はそんな罪深い嘘つき野郎のですね、懺悔を聞いてやってください。ザラニコルソンコラボの発売日がこの間の土曜日でしょ。その前の日の金曜日、皆さん異変に気がつきましたか？ X のザラの公式のアカウントで11月25日土曜日、公式オンラインショップにて先行発売って出たんですよ。この間のハリーランバートは確かね、お店の開店時間10時ぐらいに発売になったんだけど、今回先行発売だから、もしかしたら日付が変わった瞬間もあり得るぞと思って、金曜の夜中から張り付いて1時半くらいかな、深夜の1時半くらいですよ、出たわけ。アパレルのラインが全部負けるかっつってポチってた。どんどん購入していったわけ。主にパンツかな、サイズ迷いそうなやつは2サイズぐらいポチったりとかして、まあ、やりすぎたことはもう100も承知だけど、それしか方法がなかったっていうことじゃん。だから一応自分がポチったものをもう一回見返していったらば、まだね全サイズ残ってたんだね。2時過ぎとか2時半ぐらいまでは残ってたんじゃないかな。だからそんなに焦らなくてもよかったな、なんてだんだん冷静になっていきつつ、同じサイズでポチったものは改めてサイズ表を見て、最近サイズ見れるようになったから、このパンツはこのサイズがなんか適正っぽいつって、そうじゃない方はキャンセルとかやってって絞りました。家に届いたのが5点、うち何点かは返品、うちに残ったやつをまあもちろん見てもらいます。返品するやつそこにあるんだけどさ、それはさすがに見せませんからね、返品するから。まずこちら、これはもう絶対返品しない、この箱を見れば大体お分かりだと思うんですけど、ザラとスタジオニコルソンコラボのレザーローファーのホワイト、お値段が2万990円。今回のルックでいろんな写真の中ですごい足元がさ、これで印象的、女性はちょっとミュールっぽいやつだったね、男性はこれで、前のプレビューの動画でも言ったけど、やっぱね秋冬のちょっと全体重い格好になった時の足元、白っぽい靴でちょっと浮かしたいなって言った時にスニーカーは合わないなっていう時があるから、特にニコルソンっぽい格好した時とかスニーカーちょっと合わねえなと思ったんで、まあ、ポチったわけだけど、正直セールに残ればセールで狙いたいなっていう気持ちがあった、どこかに。ただセールで慌てて争奪戦でポチったところでサイズが合わなかったら後悔しそうだと思って試着を兼ねてポチってみたわけ。なんなら返品してセールの時にもう一回あのサイズを購入すればいいなんて思う下心があったんだけど、実際届いて履いてみたらもう今すぐ履きたい、返品したくないってなったわけですよ。事前に出てた写真だと値段的にもしかして本革じゃねえ可能性もあるかななんて思ったんだが、結果ね本革でした。牛革、これソールがね、事前にはやっぱこれも分かんなかったんだけど、ビブラムソールでした。脇っちょにビブラムのこの黄色いマークがないので外から見ても分からないんだけど、でビブラムで牛革で2万990円っていうのは高くはないよねと思って、あと何よりこの形、この丸っこい形と、あと色だね。ホワイトはホワイトなんだけど、アイボリーがかったクリーム色、私の好みドンズバなのと、まあ、スリッポンタイプっていうのもいいよなと思って、私ほんと靴紐を結んだりとかするの大嫌いだから。そして何よりね、今これ履いてるのスタジオニコルソンの本家のコットンのパンツなんだけど、スタジオニコルソンのパンツとの相性がやっぱり間違いない。で俺ニコルソンのこの本家のパンツ買ったはいいけども、なんかねしっくりくる靴がなかったんだよね。だからそんなに履く機会なかったのが、この靴があることによってパンツの肥やしになりかけてたニコルソンのパンツもどんどん履いていけるっていう、まあ、いろんな意味で今すぐ欲しいと思って、まあ返品をしないことにしました。ちなみにサイズは私ね42にしてます。でザラのこのサイズ表だと42はね27センチなんだって。27センチっていうのを信用して選んでいいかも。でこちらはね現時点、今の、まあ、お昼2時なんだけど、今日のお昼2時の段階では全サイズ在庫ありなので今ならポチれます。そしてこれに時間ばかり割いてらんないんだ、多分皆さんお待ちかねなのはこっちなんだと思います。こちらにパンツが入っております。
さっき言ったようにパンツは本当にいろいろ悩んだ。これをポチるまで、これに絞るまで、ブラックのあれウール100だっけ、1時半とか2時の段階では余裕でポチれて、とにかく1回試着してから返品するならしようかと思ったんだけど、あんまりね、あんまり綺麗めな格好っていうのを普段しないわけ、いかに綺麗だとしてもと思って諦めてキャンセルしました。そんなこんなで夜中に悶絶しながら最終的に選んだパンツ、まず1着目、まずって言っちゃってますけど、ザラとスタジオニコルソンコラボのこちらがダブルプリーツパンツだっけかな。そうですね、はい、プリーツが2本入っております。ダブルプリーツパンツ17,990円で、色がカーボンだっけかな、カーボン黒に見えますけど、よーく見るとちょっとスミクロっぽいというか、ちょっと色落ちしたような、素材がまあほぼコットン、 95% オーガニックコットンで 5% ポリウレタン。本家のさっき履いてたやつもコットンだけど、全然ちょっと雰囲気が違って、あっちはすごい張りがあるコットンでしたが、これはね結構柔らかい、そんなに腰がないっていうか、腰がないのですごくカジュアルな感じの素材だね。正直ね、最初触った時に、あ、思ったほど重量感がないっていうか、本家のやつに比べるとこんな感じなのねって一瞬がっかりしそうになって、これ返品候補かなって一瞬なったんだけど、考えれば考えるほど俺に一番必要なスタジオニコルソンはこれじゃねえかと思ったわけ。シワとかちょっとした汚れが気にならない気楽に履けるスタジオニコルソンで履いてみると、こんな感じで形はもうバッチリスタジオニコルソン。こちらはねサイズ42です。42っていうと結構デカめなんだが、サイズ表でそれで見たところ、俺ウエストがね83ぐらいあるんだ、83センチぐらいあるので、40だとちょっとパツパツきつそうだなと思って42にしました。そしたら若干緩いんだけど、まあ、ベルトをもともとしようと思ってるんで、ベルトするとまあ全然問題ない。で、丈はね、わずかにクッションが出るかなって感じ。何よりね、やっぱね、この靴、今回のザラコラボのスリッポンにバッチリじゃない？この靴とこのパンツのバッチリ感もあって返品したくないっていう気持ちがより湧いたのかもしれない。でもそれを上回る、そのなんだろうな、あの気楽さ、カジュアルさ、古着っぽくもあるよね、この素材感が。すごい洗いざらしたっていう、そんな意味で今回のコラボのこのパンツはまさに俺のために出してくれたのかなっていうことで、返品はしないっていうことです。で、家に届いたパンツっていうのがこれとあと2本あってね、1本は返品することにしました。それが何かっていうと、ワイドデニム、ワイドレッグコットンデニムパンツのブラックの方。ニコルソンのデニム履いたことないし、前回の去年のコラボでも、まあ、試着さらしてないので興味あったんでポチってみて、で履いてみたら、まあ、確かに悪くはなかったよ、悪くはなかったけど、まあ、デニムを履く目的っていうのが、ガシガシ普段使いニコルソンでしたいっていう目的があったから、その目的にはこっちの方が合ってたのね。あとデニム最近いっぱい買いすぎてるし、古着でブラックデニムとか狙ってるっていうのもあるから、俺の事情なんだけど、それを超えてくる存在ではなかったんで、返品します。残る1本、絶対返品したくない。これ、すげえ重い。さっきのコットンのやつは軽いんですよ。こっちはね、超重い。はい、ザラスタジオニコルソンコラボのワイドレッグパンツ？ワイドレッグパンツって言うんだ。今回なんかね、メンズだけでもいろんなパンツがあって、全部ワイドなんだけど、言い方とか素材がそれぞれ違って、まあ、なかなかめんどくさいよね。こちら、色がカーボングレー。さっきのこれがカーボンで、こっちはカーボングレーだから、よりグレー味が強い。チャコールグレーっていうんですかね。これね、画面だとわからないと思うんだけど、素材感が独特って言いますか、伸縮性はないんだけど、触った感じ、なんかスキューバーダイビングの人が着てそうな、緻密なんですよ。緻密な素材。ポリエステルと、まあ大体がポリエステル。半分以上ポリエステルで、
あとはポリウレタンとレーヨンが、まあ、ちょっとずつ梱包なんですけど、前身頃と後ろ身頃でそれぞれの配分が違うみたい。よくあるのかな、まあよくあることなのかもしれないけど、スタジオニコルソンが生地にこだわってるって先入観で聞いちゃってるから、そういうところまでこだわってるんだって俺の中ではすごい貴重なパンツだなって思えちゃった。天然素材のものを選ぶのもいいけど、天然じゃないやつでも悪ではないっていうか、いろいろこだわった結果こういうところにたどり着くっていうこともあるんだなって思った。でそんなパンツね、つべこべ言うより履いてみろって感じで履いてみると、まあこういうことなんですけど、すごい存在感じゃない、わかるかな、これ画面越しに履いてる時の自分が最強になった気分になるっていうか、サイズ的にはね、さっきのダブルプリーツのパンツの1個下、40です、サイズ40。これもね、サイズ表を見て、あ、こっちは40なんだねと思って選んでみて、まあさっきと同じ、若干余裕があるので、まあベルトを締めるからいいけど、丈感は若干短いかな、クッションがないから。でも似た感じだよね、ワンサイズ下がったんだけど。まあいわばこっちのワイドレッグパンツの方がデカめなんだろうね、デザインが。でもサイズがデカめだからだけじゃないんだね、このなんていうか圧倒的な存在感みたいなやつ、インパクトっつうか、このふっかーく入ったこのワンタック、このタックのところからビョーンとこのセンタープリーツがビョーンと伸びてるわけですけど、この辺のディテールは本家のさっき履いてたコットンのパンツとディテール的には同じだけど、レングスの長さとか、まあ、テーパードの仕方が微妙に違うっていう。でさっきから重い重いって言ってるけど、履いてしまえばね、全然そんな疲れるような重さではない。むしろこれからの季節、この生地感、風とかめったに通さない雰囲気がある気がする。寒さを感じないっていうか、これを履いている自分が最強に思えるっていうね。とはいえさっきから言ってるように、そんなにね、あのキメキメな格好、綺麗めな格好をしない私だから、いざという時のために取っておきたいパンツっていうか、もう武器だね、最高の武器を手に入れて、これさえあれば負ける気がしないっていう、まあそういうパンツなんですよ。というわけで、今回のスタジオニコルソンとザラのコラボの購入品は以上の3点、3点もと言うべきか、3点に頑張って絞ったって言うべきか、実はもう1点、まあそこにあるんだけど、返品これからするものがあって、それがね、ベルトです。レザーのあの編み込んでるやつで白ってなかなかいいんじゃない、あれで6000いくらだったからいいんじゃねと思ってポチったら、単純にサイズ感をミスりました。これウエスト、さっき言ったみたいに83センチ、2センチとか3センチなので85センチなんじゃないかなと思ったわけ。ベルトの穴が並んでるじゃない、あれの真ん中が85なのかなと思ったら、一番端っこの外側が85なんだね。サイズ間違えた。ただパンツ2本も買っちゃったんで、うん、交換してあえてもう一回適正サイズをポチるかどうかっていうと、まあちょっと今まだとりあえず返品してから考えようって感じですね。あと最終的にキャンセルしちゃったんだけど、一回購入したものとかもいろいろあって、カンガルーポケットシャツジャケットね、あの黒のやつ、あれがね、攻めたデザインだなと思って一回ポチったんだけど、予算的にやっぱちょっとね、そっちまでと思ってキャンセルで、予算で言えばいっぱいあるのよ欲しいもの。セールまで残ってたら買っちゃおうなんて思ってたウィメンズのレザーのさ、編み編みのバッグあったでしょ、あれセールまで残ってたらと思ったら、あれあっという間になくなっちゃいましたね。メンズのコートよりもウィメンズのコートの方がなんかオーバーサイズで好みのデザインだから、あの前の合わせもメンズでもいけそうだから気になる、あのコート。あとカシミヤのなんかスウェットみたいなセーターとか4枚いくら出したっけ、あれもまあ定価では買えないけど、うん、とかっていろいろ考えるとですね、スタジオニコルソンコラボまだ俺の中では終わっていなくて、ただ声に出しては言えない、定価で買った人がいるから声に出しては言えないけど、俺はもうずっと心の中で祈ってます。ちょっと一緒に祈りますね。